こんにちは、Gです。今回は iPhone や PC とのネットワークの話です。と言っても SSH でリモートコンピューターとか VNC とかじゃないです。そりゃ知ってるけど、日常の操作ではもっと簡単なファイル共有の方が大事です。サンバを使ったお手軽ローカルネットワークをご紹介します。それから iPhone とのデータ共有を試します。写真とミュージックは共有したいもの。はじめにサンバを使って近くの PC や iPhone との共有を行います。カジャシェアをインストールするんですが、ソフトウェアブティックから行いましょう。ターミナルからもインストールできるんですが、当方で試したタイミングではカジャシェアとサンバのバージョンの不一致がありましたので、一括してインストールできる方が安全です。ソフトウェアブティックを起動してカジャシェアを検索します。インストールボタンをクリックします。作業を進めるをクリックして、終わったらリスタートしてください。テスト用にデスクトップにフォルダを作って適当な名前を付けます。ここでは MyUbuntu という名称にして動画を一つコピーしておきます。フォルダを右クリックすると共有オプションという項目が追加されています。これがカジャシェアです。共有オプションを選んで、このフォルダを共有するにチェックを入れます。その下の他人がファイルを作成削除するのを許可すると、ゲストのアクセスにもチェックを入れます。数台の PC やスマホの共有くらいで、ユーザー登録の管理を行うよりゲストのアクセスを許可する方が簡単だからです。共有の作成をクリックして、アクセス権を自動で追加するをクリック。これで終わりです。フォルダーに矢印アイコンが追加されて、サンバ接続の準備ができました。最初は iPhone につないでみますが、ちょっとその前に画面右上のネットワークアイコンをクリックして接続情報を選びます。 IP4 の IP アドレスを控えておきます。この数字はローカルネットワーク内のラズベリーパイに割り当てられた番地に相当します。 iPhone は Wi-Fi 接続にしてファイルアイコンをタップします。右上の丸いアイコンをタップしてサーバーへ接続をタップします。サーバーフィールドに先ほど控えた IP アドレスをタイプします。接続をタップしてゲストを選びます。これで接続できました。動画も動きますね。共有のところに IP アドレスがあって、その右側のアイコンをタップすると接続解除できます。 iOS 13以降では標準でサンバ機能が用意されていますが、 PC のような自由度はなくて限定的なものです。携帯電話のセキュリティを考えれば仕方ないことかもしれませんが、 iPhone 側で読み出しは可能、書き出しはできない。また、iPhone 上での編集もできません。次は Mac と接続してみます。ファインダーでメニューからサーバーに接続を選んでブラウズをクリック。GTube デスクトップを選ぶと共有フォルダーが表示されます。一度接続すると Mac ではデスクトップにディスクアイコンがマウントされます。
この接続は双方向なので、読み書き編集いずれも可能です。試しにファイルをコピーしてみます。今度は逆に Mac を Ubuntu 側で共有します。フォルダを開いてサイドペイン下のネットワークをクリックします。ネットワークデバイス一覧が表示されますので、共有したい PC を選んでパスワードをタイプしてください。iMac と MacBook Pro の共有を試しています。Mac の時と同様、Ubuntu でも一度共有するとディスクアイコンがデスクトップにマウントされます。ディスクアイコンを選んで、右クリックでアンマウントを選ぶと共有が切断できます。私は MacOS カタリナで試しています。少し古い OS の場合、設定を確認します。システム環境設定から共有を選んで、ファイル共有がチェックされているか確認します。さらにオプションをクリックして、SMB を使用して、ファイルやフォルダーが共有がチェックされていることを確認してください。以上でサンバを使ったファイル共有は終わりです。でも iPhone と接続するのは写真や動画の共有、音楽の共有が目的ですよね。これができなきゃ意味ありません。iPhone とのデータ共有は、カジャシェアではなく別の方法になります。iPhone 接続ケーブルを使います。接続にはちょっとコツがあります。接続時には必ず iPhone のホーム画面を表示して、つまりアンロックされた状態で USB ポートにケーブルをつなぎます。初めての時だけこのコンピューターを信頼するかという確認がありますので、信頼をタップします。デジタル写真が入ったメディアを挿入しました。アプリ選択をというウィンドウが表示されますが、キャンセルしてください。ご覧のように2つのアイコンがマウントされます。1つはアプリが含まれ、もう1つは写真フォルダーが含まれます。写真フォルダーから iPhone の写真にアクセスできます。直接ダブルクリックすると、画像ビュアーで表示されます。メニューからショットウェルを開いて、写真をドラッグしてコピーできます。でもショットウェル本当使いにくいな。そのうちもっといいの探しましょう。ミュージックに関しては全くサポートされてないみたいで、標準のリズムボックスでは iPhone はペインに表示されません。クレメンタインというアプリも試したんですが、iPhone にアクセスしようとするとアプリが落ちてしまいます。Ubuntu ではLive iMode Device というライブラリーが iPhone などの操作をサポートするんですが、今時点のバージョンはうまく iPhone を扱えないようです。まあ、アップデート待つしかないんですけど、ミュージックに関しては別のアプローチを試します。iPhone で App Store を開いて、AnyTrance を検索します。無料アプリです。見つかったらインストール。Ubuntu 側では iPhone をマウントしておきます。ブラウザーを立ち上げて anytrance.io を表示してください。画面には QR コードが表示されています。
iPhone で AnyTrans を起動して、Web 版でデバイスの管理の画面で QR コードで接続を選びます。iPhone カメラでブラウザー上の QR コードを読み出します。ブラウザの画面が iPhone との接続画面に変わります。ブラウザーで Music をクリック。iTunes のライブラリーが表示されますが、少し時間がかかります。ミュージックファイルをコピーしてみましょう。ファイルを選択してダウンロードボタンをクリック。ダウンロードフォルダーにコピーができているか確認します。うまくいったようですね。ご覧いただきありがとうございました。草刈り機を買い替えました。3代目です。すごく調子がいいです。2代目は最初からエンジンのかかりが悪くておかしいなぁと思ってたらプラグが最初から緩んでたんだって。なんで10年も気がつかなかったんだろう。ではまた次回。